ファラリスは、シケリア・アクラガスの選手。自身の名が冠された、処刑器具、ファラリスのお牛で知られる。ファラリスは、アクロポリスに、ゼウス・アタビュリウスの神殿建設を委ねられ、その地位を利用して、先制君主へと登り詰めていった。彼の知性下で、アクラガスは大いに繁栄した。都市には水を供給し、華やかな建造物で飾り付け、周囲には城壁を巡らせて、 防衛にも力を入れた。シケリアの北岸に広がる植民都市ヒメラの人々は、同地出身の女長詩人ステシコロスが警告したにも、かかわらず、ファラリスを絶大な権力を持つ将軍に選出した。東ローマ帝国で編纂された数ダ実典によれば、市民の支持を多く取り付けていた。ファラリスは、島全域の統治者として君臨することに成功したと、されている。 当初は市民からの指示を集めていたが、次第に暴君と化したファラリスはテレマコス率いる放棄軍によって失脚した。彼らによってファラリスは自らの名がついたファラリスの王子で処刑されたと伝えられている。ファラリスはアクラガスを繁栄させた反面過度な残虐行為でもその名が知られていた。彼は入事を共食いしたとも言われている。 彼の残虐性を示す上で最も有名なのが、ファラリスのお牛である。アテナイの親中芋の詩、ペリロスが考案したこの処刑器具は、中に閉じ込められ、焼き殺されていく犠牲者の叫び声が、あたかもお牛の鳴き声に聞こえるよう設計されていた。20世紀初頭の一部学者は、ファラリスのお牛とフェニキアのカルトによるお牛像との関係性を提唱し、 このような人身獄が東方で継続されていたと仮定した。ただし、後にその説は支持を失っている。ファラリスのお牛をめぐる伝説は単なる作り事として退りけることができない。詩人ピンダロスはこの処刑器具とファラリスの名を明確に関連させている。アクラガスにあったファラリスのお牛のうちカルタゴ人によって植民主カルタゴに運び出されたものが存在する。 この牛は後に大スキピオによってカルタゴから奪還され、紀元前200年頃アクラガスへ戻された。しかしながら、紀元前146年に第三次ポエニ戦争で敗れてカルタゴが滅亡した時、小スキピオが他の芸術作品などと共にお牛もシケリアの各都市へ戻したとも伝えられている。ローマ時代のソフィストラによる評価は大きく異なっており、情け深く、 教養豊かな人物としている。ファラリスが処刑されてから4世紀ほど後、彼は文学と哲学のパトロンである人道的君主として再考されるようになった。このような新しい見方は、ルキアノスに返せられるファラリスの人となりに対する逆説的弁護や、彼が書簡大小説の作家であると推定されたことによる。1699年、リチャード・ベントレイは、 ファラリスの書簡に関する論文を発表し、それが偽書であることを明らかにした。ありがとうございます。